史跡米沢藩主城杉屋、墓所上杉家病所米沢城米沢駅米沢中央 IC 町名寺法恩寺西米沢駅、上杉家病所の一条杉屋病所は山形県米沢市にある米沢藩歴代藩主の墓所である。1984年1月11日、米沢藩主城杉屋墓所の名称で国の史跡に指定された。戦国時代の大名である。 上杉謙信が、越後国春日山城に没すると、その以外は漆を塗り甲冑を着せて埋葬された。後継者の上杉景勝は、後に、天下統一を果たした、豊臣秀吉の進化となり後退牢に任じられ、合図へ移動。それに伴い謙信の霊宮も、越後から合図に移され仮道に安置されたと言われている。慶長六年関ヶ原の戦い後、 植杉家は米沢に移動を命じられ、謙信の霊宮も再び移動することになる。継承は、米沢入りを果たすと、米沢城本丸に御堂を混流し、謙信の霊宮を、そこに安置したのである。現在の植杉家病所は、米沢城市の北西あたりに位置しており、この場所はもともと、米沢城に一大事があった場合、一時的に、謙信の霊宮を避難させる場所として設けられたという。 元那九年継承が他界すると、現在の病所に埋葬され、以後十二代藩主まで、ここに埋葬されることになる。明治政府の廃条令に伴い米沢城は、解体され、謙信の霊宮も移動することになり、当地に移る。現在の病所は、謙信霊廟を中央にして、その左右に、歴代藩主の霊廟が、おごそかに立ち並んでいる。二代継承から八代。 重ゲまでは仮装での埋葬が行われ、御堂は入りもや作りの建造物である。さらに九代春のりから十二代成沢田までは土葬となり、御堂も宝行作りとなっている。春のりの倹約令により、構造も簡略化され、材質も落とされている。藩主ではないが、春のりの実施で十代、春広の養子師であった秋高も共に祀られている。また、 明治以後に死去した13代成則からは、白金の公然寺に墓所があるが、14代持則は、沖縄県霊としての功績を称えられ、沖縄県民有志により、歴代藩主病に並んで、記念碑が建てられている。地元では、お玉屋とも呼ばれている。戦国武将の中でも、聖将として名高い上杉謙信は、その死後も、上杉家の精神的支えとして、 大切に祀られてきた。意外は甲冑を身にまとった姿で亀に収められ、亀には漆を流し込んで固めてあるという。上杉加月活が越後から合図に移動の際も、春日山白伏木屋により、謙信の霊宮を移動させ、その周囲にある一片の土も運ばせたと伝えられる。さらに越後より合図、そして、米沢に至る上杉家の両国外の時も、 謙信の霊柩は選ばれた僧侶その他の者により、厳重に守られ、運ばれた。米沢入りを果たしてからは、米沢城の本丸の高台に御堂を混流して、中央に、謙信霊柩、その左右の脇地に、善光寺如来像と、泥足び社門天造を共に西向きに安置した。以後、上杉影勝の命により、大城寺、法恩寺など新言州寺院の農家衆が、 毎日の供養を欠かすことなく厳守した。その内容は実に厳しく定められていたようである。それは明治を迎えるまで厳格に行われた。歴代の上杉家当主も明日には精進を心がけ参拝供養したと伝えられる。謙信は生前、神言密教に深く帰依し、自らも剣大僧図の位を得ている。その関連からか剣信の遺骨は 高野山に収められており、米沢にあるのは文骨であるとも言うが、これは、継承以降の藩主が仮装した遺骨を、高野山に収めたことからの語伝である。明治になって、米沢城本丸から、謙信の霊宮は、上杉家病所に、善光寺如来と美写門天蔵は、法恩寺に移ったが、当時の御堂は、同米沢市の長明寺に本堂として移築され、現存している。 米沢藩主上杉屋墓所マイナス国指定文化財等データベース。ありがとうございます。